来ました。エルノミ、今日は予報が結構割れてて、来るまでどうかなと思ったんですけど、まあなんとか受けそうです。ただちょっとやっぱり北の風が強くてうねりも大きいということで、今日はちょっと煽り狙いで行ってみようかなっていう感じですね。チャンスがあればジギングしたいなと思ったんですけど、まあちょっとこの後の海峡を見ながら、基本はティップランで狙ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。今日もよろしくお願いします。よし、OK。今日はちょっと風が強いですね、やや、ということでディップランメインで行こうかなと思います。サイドビューでちょっとボトムをいいとこ見つけてディップランでやっていくと。いう感じで、水温は18度ジャスト、まだまだいける、まだ割と浅いところでイカ出るんじゃないかなっていうぐらいの水温です。まずは通常のジップラインエギ、ノーマルタイプエギを TR からいこうかなと。で今日はディップランロッドじゃなくて、ベイトキャスティングロッドを持ってきました。ベイトだとちょっとディップランホールが遅くて、そこ取りにくいっていうところがあったんですけど、0.35 の P ラインを巻いてきたんで、果たしてどうかなとちょっと試したいっていうところがあって、今日はゴルゴ、この辺ちょっと平らなんでもうちょっと行きたいですね。サイドビューで根を探しては落としてしゃくっていこうかなと思います。この辺からちょっと根が出てきますね。12メートル、根がいい感じに出てきますんで狙っていこうかなと思いますよ。そのまま流されてけ。よっしゃ、乗った。サバ乗りが悪いね。よっしゃ、乗った。サイズやな、これはちっちゃいわ、ちっちゃ。この子はちっちゃいね、ちょっと写真のとこ見てない。
まあとりあえずやってみようか。乗った。乗った。これを持ち帰りサイズ。コロッケだろうけど。よっしゃー。よっ。よっしゃー。ちっちゃいけど。ああ今乗ったのにな、当たったのに。ああ気持ちいいね、黒崎の花。気づかなくても早く来てもらってほしいね。よっしゃ、乗った。よっしゃ、乗った。うわ、同じぐらいか。あ、ちょっとでもサイズアップしたな。よっしゃー、釣った。まだいける、まだいけるよ。せーけど、食べれるサイズ。よし、ありがとう。よく釣ってくれた。釣れてくれたよ。はい、わー。まだいける。最後まで行くぞ。今日は。
ラストチャンスや。さあこのまま引っ張っててみようか。乗った。来た。これはいいサイズだ。こうイカじゃないことを祈る。青いやと思うよ。よっしゃ、はい、この時期としては十分でしょう。よっしゃ、はあ、よし、いいサイズよ。取ってる。まだいける。いや、いいサイズや。いいサイズ。さあね、ユーマズメ、やはりユーマズメ。ありがとう。いやー、乗ったね。まあまあサイズが。